G-14 は、大日本帝国海軍が計画した航空母艦である。大砲に次ぐ2クラス目の走行空母であるとされる。G-14 は、第5次海軍軍備充実計画で3隻の建造が構想された航空母艦である。計画策定段階では2隻となり、海軍省の査定で1隻建造とされたという、詳細は、現存資料では全くの不明であるが、 日本海軍においては、大砲以降の正規空母は、走行空母とする方針が決定していたことから、本艦も艦艦走行は施されたことは確実視される。また、艦の規模は資料により4万5千ないし5万トンと伝えられており、当初から空母として計画された中では、最大の艦である。本艦の建造計画は、太平洋戦争開戦後も、 戦時計画第2期として維持されたが、ミッドウェー海戦の敗北によって、空母増強のため改め後計画にて、改め大砲型並びに、運流型の量産に切り替えられることとなり、計画は消滅した。800号艦、1万7000トン級とされる。後の運流型ではなく新型。戦士総書、海軍軍戦備より、福井雄は二隻建造が維持されたとする。 日本の航空母艦パーフェクトガイド P99 ありがとうございます。